関東大震災復興宿がバレードの花電車。昭和初期下電車とは、装飾を施して運行される電車のことである。路面電車が多いが、それ以外の電車が、イベントなどで装飾された場合にも使われる。神戸市電港祭り花電車1963年頃、メディアを再生すると与ハ鉄道の花、電車 SL 観覧車増加や電飾をふんだんに使った、装飾がされているため、 この名がある。おおよそのイメージとしては、祭りの出しを電車にしたものと考えればよい。専用の電車を持つ事業者もあったが、工事用の無害電車などを祭りに際して飾り付けて、使用する場合もあった。昭和時代の路面電車が、政令指定都市を中心に各地にあった頃には、街の顔として、多くの事業者が花電車を保有しており、 祭礼や大きな記念行事などに際して運行していた。現在、一部の事業者において、その都市での一大イベント、祭事などの際に運行することがある。一般の乗客は乗れない専用車両や業務用車両を使い、営業外運転とするのが本式。イベントなどに際して営業用車両の内外に、電飾や装飾を施した装飾電車というものもある。 普通の人には区別する実益がないため、混同されることがある。路面電車が廃止された都市では、バスを改造した花バスや花自動車が運行されることもある。前者の事例としては、名古屋市交通局が2005年まで運行していた。後者の事例としては、西日本鉄道が西鉄福岡市内線において博多どんたくの際に運行していた花電車の代替として、 トラックを改造した車両で運行している。東京都交通局は2011年10月1日、都営交通100周年記念事業として、都電荒川線で1978年以来33年ぶりに花電車を運行開始した。当初は同年6月から8月にかけて運行する計画だったが、東日本大震災による影響を排除し、延期となっていた。 ありがとうございます。